どうしようって感じ。え、どうしよう。え、って感じ。そう、なんかさ、まあ、ウェーバーね、真帆ちゃんとかさ、マチェリンとかも書いてるからさ、そう、まあ、そうなんですよ、武道館のね、そう、投資が、あゆは明日とかあるんですけど、え、そう、今日はあゆじゃなかったんだけど、明日とかあって、でもね、でもね、え、そうなの内容言わない、そうなのしかあるんですけど、そうなの、今もう全くゼロのやつがあって、そう一個やばいどうしようって焦ってる。え、そう、あのね、ずっとね、そう昨日、そう昨日3日、そう3日目は入れないじゃないですか。3日目の方たちはそうやったんですけど、やってなくてどうしようって、う焦ってるところ、え、そう焦ってる、やばいよね、え、全くやったことないやつ、どうしようってところ意外と焦ってる、頑張る、ちょっとこの後っていうか、さっきからずっとやってるんだけど、今日一日でも全然わかんないの、全然わかんなすぎてやばいってなってる、本当に。え、本当にやばいよね。でもやったことあるやつもね、そう一個あるんだけど、やったことあるやつもあるんだけど、全然振りが違すぎて、どうしよう、やばいってなってる今やばいどうしようって、ちょっと2曲焦ってる、2曲焦り焦り、ほぼだから、どっちもほぼっていうか、片方は初めましてだけど、片方はもう片方はほぼ初めましてみたいな感じだから、どうしよう、だからそう今焦ってる。さやかいちゃんオリジナル振り付け乗り切ろうだって、絶対乗り切れない、絶対乗り切れないよ、もう。あ、サインはね終わったよ、もうとっくに終わりました、渡された次の日にもう書き終わって、もう渡しました、次の日には。そう、うん、そうちゃんとすぐ、え、なんかさ、違う、なんか出し忘れそうで怖くてすぐ出したくなっちゃう。え、そう、手元にあるとなんかそのままなんか忘れちゃいそうで嫌で、すぐ書いた。え、そう、やばいじゃん忘れちゃったら、さすがに、だからすぐ出しましたすぐ出した。え、何枚書いたんだろう、え、わかんない、でもみんなよりはちょっと少ない、あの3日目の方よりかはちょっと少ないけど、まあ2日間あるから何枚なんだろう、わかんない、ちょっとあんま気にしてなかったけど、こんぐらいあった、多分このぐらいあった、なんか本当に分厚いカツサンドみたいな、すっごい分厚いカツサンドぐらいあった。うん、なんかね、そうね、うん、ありましたね、すっごい分厚いカツサンドとかフルーツサンド並みにありました。サイン何代目って何、何代目、え、どういうこと、何代目とかある、え、なに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 、え、なに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 なあ、3日間出るメンバーさん350とか、あ、300、じゃあ愛はそんなに、そんなにでもないけど200台だねってことは、200ね、200ちょっと、うん、でも
も今までもそのさ、あの総選挙の時とかも書いたりとかあったから、全然そんなに、なんか別に、あーいっぱいあるって思ったけど、え、そう、全然そう大丈夫でした。なんか書く機会は今までいっぱいあったから、そうね、うん。メッセージは書いてあります、任せて一言だけど、一言です。なるべく違うように書いたけど、まあ何枚か一緒になっちゃってるのはあるけど、なるべく違うように書きました。似てたりとかはあるよ、もちろん言葉があるけど、書きました。愛ちゃんがパンクしちゃうだって前ね、今日の朝にはもう一回パンクしました。一回パンクして今あの修理してもらってるって感じでも、え、今日は徹夜で頑張る、本当に本当にやばいので、ちょっと徹夜で頑張って頑張ります。頑張ります。2曲、一旦2曲ね、一旦2曲あの集中して、集中はずっとしてるんだけど、あのうん頑張る、最低限最低限の動きができるように、とりあえずね、一旦ね、一旦最低限の動きできるように頑張る。うん、頑張ります。そう、一旦修理かけてもらった。あー優しい、徹夜して体調崩さないようにしてねってありがとう。何でこないだね、声変だったからね。そうです、ありがとうございます、優しい優しいね大丈夫かなって、そっちの不安になっちゃう。頑張ります、いたね、いた頑張ります、いた、いたね、そうね、うん、さいね、そうね、とりあえず踊れるぐらいに仕上げます。あ、ちょっと間違えてるけど、あ、うんぐらいの感じにできるように、いたね、いたね、いた頑張ります、はいさあ、意外とね、多分ね、わかんね、そんななんかバレないんですよね、焦ってても。なんでだろうね、まあ、あんまないでしょ焦ってるか。でもね、すっごい焦ってる、意外と、すごく本当にすごく焦ってる。それでさ、あ、家にどうしても買えなかった動きだって、そう、動きね、ダンスの仕方は変えてます。間違えたみたいな反応しない、いや反応はするんだけど、なんて言うんだろう、そのさ、やるまでの今の状態とかあんま焦ってる感ないよね。でもね、今ねすごい本当にね、もうなんか100焦ってるまあもう満タン、焦り具合満タン本当に、え、やばいよね、やばいしか言ってない、前本当に今日ほぼほぼやばいしか言ってない。はい、ね、頑張るね。
頑張ります、頑張ります。さっきコメントでももかさん卒業発表したと。本当ですか、ももかさん。いや、ももかさんね、そうね。でもなんとなくもう少ししかいないみたいな感じのことは聞いていたので、ももかさんのそう口からこの前結構ちょいちょいちょいと前ぐらいにお話ししたときに、え、そうなの、だからそうだね、みんなよりかはそんなびっくりはしてないけど、こんなすぐだとは思ってなかったから、そうびっくりはしてるけど、え、そうびっくりはしてるけど、みんなよりは多分、え、そうなんとなくは知ってたから、そう、そこも、そうみんなよりかは落ち着いていると思う。でもね、そうだよね、ももかさんね、ね、でもね、そうだよね、この間ひとみちゃんもしたりとかね、ねえ、そうだよね、ももかさんね、本当に K でいっぱいお世話になったので、ももかさん、かき氷誘わなきゃって。ももかさん好きなの、かき氷。初知り、今初知り。ただいまさ、もう卒業公演終わっちゃってさ、最終活動がそう10月28日なので、そこまでは今月いっぱいまでって感じですね。だからあいは、そうね、そうね、いっぱいねしちゃうけど、確かに確かに、みんな知ってるメンバーさんいなくね、そんないなくなっちゃってるよね、そうだ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 よね、まだだってそうだよね、みんな17期とか18期お子たちのまだ見に行ってないよって方も多分いっぱいいらっしゃるよね、そうだよね、そうね、そうだよね、まだそういうなんかさ、前だったらさ全国握手会とかあったからさ、なんかそういう時とかにね、愛とかはなんかそうドラニーとかやっていただいたりして、そうなんかそうね、知っていただける機会があったけどね、そうだよね、ね、そうだよね、あ、まだ見に行ってないよだって、でもさアイドルの方はさ絶対さ、そう卒業公演があったからさ行けなかったよね、絶対行きたかった方いたとしても、そうね、いたとしてもいけなかったよね、絶対絶対そうね、公演はやってるもんね、ねえ、でも本当に、あ、そう、壁車外したから愛の壁車もう劇場にないんですよ、え、そう、あのお家にあります、壁車、壁車お家にあります、あるので多分、多分っていうかあの劇場にないけど、一応あの武道館1日目と2日目とあとあの10月28日の握手会はいるので、あのよろしくお願いします
よろしくお願いします本当に。はいはい、そんな感じで皆さん今月いっぱいよろしくお願いします。いっぱいまで。はい、ではでは皆さん、ではではランキングを読みたいと思います。ちょっとね、頑張ります。この後山部頑張る。13位あまねちゃんありがとうございます。12位ゆきみつさんありがとうございます。11位ピカルンありがとうございます。10位ザキヤマさんありがとうございます。9位ゆうくんありがとうございます。8位プラハタハさんありがとうございます。7位カモンさんありがとうございます。6位カンさんありがとうございます。5位東京のまさみさんありがとうございます。4位サンマさんありがとうございます。3位翼欲しいさんありがとうございます。2位ギャローさんありがとうございます。1位あーちゃんありがとうございます。はい、見てくださった皆さんもありがとうございました。また明日も見てください。ありがとうございました。またね、バイバイ。